三重塔は仏教の祖である釈迦の車両を収める仏塔の形式の一種。同種のものに五重塔などがある。仏塔は古代インドにおいて仏車利を祀るために紀元前三世紀頃から作られ始めたストーパに起源を持つ。古代インドのストーパは万重系のものであったが、この形式が中国に伝えられると、老格建築の形式を取り入れて構想化するようになった。 こうした老角系の総統は朝鮮半島を経て日本へ伝えられた。木造の総統は日本に多く残っており、中国、朝鮮半島における異例はごく少ない。日本では各地の仏教寺院や神社などに木造の三重塔や五重塔があり、地区のランドマークとなっているものも多い。木造塔のほか、石、瓦、鉄製の塔もあり、近代以降は、 鉄筋コンクリート作りの塔もある。多層塔としては他に70塔、90塔、130塔などがあるが、木造の70塔、90塔の現存するものはない。奈良県の丹山神社には木造130塔があるが、これは楼閣系の塔ではなく、20から130までの屋根は密に重なっていて、屋根と屋根の間にはほとんど空間がない。中国の総塔は、 最上階まで登れるものが多いのに対し、日本の木造三重塔は、現代の感覚でいう三階だけではなく、内部はの木を支えるために複雑に木組みがなされており、上層に登ることはできないのが普通である。一家は明治元年以前に建立された、日本の木造三重塔の一覧である。三重小塔三重塔を残血消失した、重要文化財の三重塔。